にゃんぱーすー、どうもこんばんは、アニメリアクションにこと、マジ大道芸人山です。現在ですね、5月7日土曜日の午前3時52分ですね。はい、今日は風呂場から元気にお届けしております。はい、かぐや様は心らしたいウルトラロマンティックの5話、そして今リケ恋2期の6話を見終えてアップを終えたんで、さあここから9の17話ですね、いきたいと思います。はい、じゃあ簡単に自己紹介。はい、僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。衣装帯に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナに全ての仕事を奪われ、3月まで87連休、4月も26連休が始まって、現在も20連休目です。はい、収入ありません、貯金だけでやりくりしてますが、そんな中でもね、やればできる諦めない、この皆さんに感じ取っていただきたいと思って、1日も休むことなく772日目、はい、アニメのリアクション動画、投稿し続けてますんで、ぜひ応援しちゃってください。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどは全て説明文にあります。ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画、再生リストにですね、作品別にまとめてあります。はい、今年の9月ぐらいにはびっくりするほどの発表があるんで、お楽しみに。では行きましょう。D アニメストアです。3、2、1、スタート。100% 久々に聞いたね、これ。あ、今回月ほのか会か。もう前回のマホロのあの二十歳になった私への手紙の会は良かったですね、前回。今回はあれかな、久々にその、六石春菜組の回かな、しばらく出てなかったかな。高取前回ね、これが、かのしほね、で月ほのかね、ちょっと名前を覚えてるだけ言っていきましょう。天童ゆうきと恵庭愛理、赤川千里、九条ゆずはやな。むつちゃんら高取り前か月夜のか彼女はね、なかなか16人いるんでね、これが読みに見張るの組はね、早い。前々回のあの宇津木悟りの回も良かったですね、あの親と一緒に映画共演ね、断るやつ。サンタオウ、噛んだ。マリア・マリアやね、これ。居残りさせられたからやったな。シホスキャワー、お疲れちゃん。なんでほのかだけ、やめたらけないか。
の掘り下げ会かな。扇風機いらんぐらいな。あれ、斉田さん怒った？このおっちゃんはいつもいいアドバイスしてくるからね。しかし、あ、斉田か。知らんけど。平倉莉子と、あ、なんでちょっと千葉茂さんっぽい。これアニメやったんやね、これ。あの、なんだっけ、まさピーさんかなんかの。あずさか。読みに見張るとカムロアやね。なんや、ほのかはこっから何かを得たのかな。斉田さんのフォローか。
キュリカってこういうとこも見れはんの？だいぶ様子がおかしいな。キリカ、腕立て80回超えすごいぞ。サンダーウーマン、今回サブタイトルやね。アメコミみたいなやな。アメコミやなこれ。あ、キリカさんが声優やったん。勘の作画がすごい。斉田さんか、あ、違うか。
難しいことを言うな。まあ要はキャラにちゃんと向き合えってことだよね。ちゃうか。キリカ先生がサンダーウーマンの声優やったかな。カラキさん、結婚してユーラキリカ。あっつ、人類か。失礼しました。この今の怖いっていう気持ちかな。今自分がそれを体験して分かったってことかな、これは。
長いセリフやな、しかし。13話かなんかでマイカも混んだったよな。今晩空いてませんかかなんか時。承知。シンプルに声優ってすげえなとしか思えへんな、これは。これ誰さんやったけど、これ待ち受けないな。やっぱキリカが声優やってたんかな、サンダーウーマンの。早すぎて、はい、毎週言ってますけど、宇津木悟が天童遊戯をこうやってる写真好きです。尻が痛いんでちょっとだけ立たし、ああ、はい、ここね、ここね、この悟りがこうやってるところ好きです。3時間ぐらいいるんで、シリがいて、これは誰のちっちゃい時や、トーミメイかな、これトーミメイの小さい時かな。はい、まあ、ということで、今回ね、まあ、その月ほのか回でしたけれども、まあブルームボールのあやめ、勝負あやめですかの、セリフがめちゃめちゃ多いということで、ちょっと斉田さんをね、最初怒らせたんかな、いやできるかなって、まあ、多分本音2割、冗談8割ぐらいで言ったんちゃうかな、
やけどちょっと斉田さん怒らしてしもった感じやったね。怒ってへんとは言ってたけど、でまあそこからナーバスになってしまっての、まあキリカが見てるから、あの正木社長は大丈夫やろうと言ってましたけどね。結局キリカはサンダーウーマンの声優やったんかな、どうなんやろ。ほんでカラキさんと呼ばれたら何やったの、ちょっとそこの謎が残ったままやったな。カラキキリカという名で声優をやってたのか、まあキリカさん自体が何歳かちょっと分からへんしね。ほんで、うん、まあまあそれはええとしても、まあその自分がねほんまにこの人は強い、憧れてるんやというような人もほんまは弱いねんぞっていう、その弱さをちゃんと向き合うことで、強いその人が出来上がってるんやということですよね、きっと。まあ、僕はそう捉えましたけど、だからまあなんでしょうね、こういう、まあ、自分がパフォーマー、まあ、大道芸人やってますけども、今ねこうやってアニメリアクターもやってますけど、ちょっとね1週間ちょっとぐらい前ちょっとバグってしまってね、僕はメンタル行きましたけども、まあちょっとそういうやっぱ弱さというものはやっぱ大事かなというふうに、ちょっと僕はあの一件で思ってます。ちょっとここと重ねんなって話になりますけどね、あれがあったんで今まだこうやって風呂場にも復活してねやってますんで、まあ、やはり自分の弱さと向き合うっていうのは非常に大事なことかなと。でまあその言葉によって、まあアフレコ中にね、怖いとね、ほのかは思った。でその自分の弱さに その場で向き合えたことで、ああ、あやめも普段はこうやけど今私の、この同じ状況というか、うん、なんやなっていうので、気づいて覚醒したみたいな、まあ、そんな感じでしたね。いや素晴らしかったわ。だから声優ってほんますごいなというふうに今回一番感じましたね。その何でしょうか、うん、そう素人からするとね全然わからないんですよ正直。ちょっとまだねさっきのそのあやめの、そのほのか覚醒前と覚醒後のあのセリフ回しを多分あの一緒に聞いたらね聞き比べたらわかるんでしょうけど、多分普通に聞く分にはわからへん。そのなんやろね、うん、そういうほんまになんやろ1ミリ単位の修正みたいな、まあ、当たり前ですけどねプロだから、うん、がまああって、やっぱりこのアニメっていうのは作られてるんやというのが分かったんで、これほんまちょっとね Q はあのお仕事アニメとしては非常にあのレベルが高いことやってるなと、思いました。うん、いや非常に良かったですね月ほのかの回。まあちょっとあの結局キリカさんどうやったのっていう謎は残りましたけども、うん、まあそれまた掘り下げられるのかな。でまあ彼の志保のマイペースは常に変わらへんから大好きですわ知らんけどとかね、なんだ他はまああのどういう点かな、あの気だるい喋り方いいですよね、うん、はい。まあということで今回はね月ほのかの成長が見えた、あとは強い人も実は弱さをめちゃめちゃ持ってるんやというようなね、まあ、教訓を得た、まあ、結構いい回やったと思います。はい、ということで917話でした。よかったらチャンネル登録高評価をぜひともよろしくお願いします。はい、まあ冒頭でも言ったように今ほんまにね、自分は仕事が全くなくてですね、貯金だけでマジでやりくりしてます。772日ね、このアニメのリアクションもやってますけれども、うん、まあ負けずにね、やっていこうと思ってますね。はい、カガオルね、はい、倒しました。ほんまこの風呂場大変なんですよ。うん、はい、まあこういうね、風呂場じゃないとできないというね、ハンデがあったりだとか、まあちょっと部屋ではね、制限があるという中でやってますんで、まあ皆さんも負けずにやっていきましょうというのを僕は伝えたい。ね、何卒応援よろしくお願いします。はい、ただ、まあ、僕がね、ちゃんとショーしてる姿を見ていただきたいと思ってますんで、過去のパフォーマンスという、再生リスト、もしくは、ジャグリングパフォーマンス雑談という、ね、再生リストをぜひピッと押していただいて、1個の前でね、なんか動画見ていただければありがたいです。そして、いつの日かね、生で皆さんにはショーを見ていただきたいと思ってますんで、どこかの会場でね、いずれお会いしましょう。はい、そのためにも僕を知っていただきたい。ぜひとも説明文読んでいってください。お願いいたします。はい、以上、アニメリアク職人ことマジラジオにハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。